はい、どうも、トーガです。今回も戦国大戦開封トーガですね。18パック同じ筐体排出順。途中カード切れ等はありませんでした。では早速開けていきましょう。最近はいい流れなんでね、ちょっと期待してます。マサ祭りに見ましたけどね、やっぱ面白いっすね。久々に見ましたけど、エラッタのやつが一番面白かったですね、コーナーとしては。で、自分の投票した宇喜多直家もエラッタ変わりましたけど、あれはどうなんでしょうね。実際使ってみないと、あれ？ なんとも言えねえって、嫌な。ほんとかよ、おい。なんだかな。こいつ今回情報されてましたね、修正。ちょっと使いたいんだけど、まだ前、徳川まだパーツがまだ揃ってないんだよな。朝祭りはね、ほんとね、定期的にやってほしいんですけどね。そうか。ぶっちゃけもう、そのためだけに、ニコニコのプレミアム会になってるようなもんなんでね。今回はなかなか、あれ？あれあれ？ あれあれ？ いや、どうなんだ？おい、わかんねえぞ、これ。 はい、カバヤマ。こいつも使いたいんだけどね。まあ、普通に鉄砲使った方が強いかな、島津は。本当2パックです。はい、ラストです。はい、今回はコモン、アンコモン、レアでは新カードは引けませんでしたね。はい、では早速、まさかとは思いましたが、まさかな。3枚目どういうこと？いや、ほんとどういうこと？3枚目だよ、これ。 BSS、 このダブルかね、しかし。はい、では次は、じゃん。虎姫ですね。守ってるんでね。そしてラストは、毛利勝永。BSS ですね。今回、ダブってないのはこれだけだな。1.5コス。結集の連撃。550、軍持ちですね。はい。武力が上がり、兵力が徐々に回復する。自身に結集して部隊がいる場合、さらに、合気を最小化できるようになるまでに時間が短くなるか。どうなんだろうな。まあ見ないね、これも。はい、というわけで今回はこんな感じでしたね。なんだ？ついてるのかついてないのか。ダブんなきゃね、BSS2 枚に SR1 枚だからね、いいはずなんだけど。いや、3枚目だよ、これ。まあ、いっか、いくねえよ。まあいいです。はい。
とりあえず今回はこんな感じでしたね。はい。今月はそうですね。来週は一回休んで、再来週にまたやりに行こうかなと思います。今月はいろいろ、そうですね、キャンペーンとかありますんでね。ちょっとやらないと、EX のキャンペーンがありますんで、やらないとね。はい。というわけで、よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。